こんにちは、ブラックロックジャパンの牧野です。この動画では米国株式市場を代表する S&P500 指数の6月の動向と7月のマーケット注目材料をご紹介します。 S&P500 指数6月は 3.47% の上昇となりました。年初来で見ると 14.48% の上昇となっています。では6月の市場を振り返っていきましょう。6月の初めに出た経済指標は総じて下振れましたが、利下げ期待から株高要因となりました。 ISM 景況感指数の製造業は下振れ、4月のジョルツ求人件数は2ヶ月連続で低下と労働需要は後退を見せています。その後6月の中旬から下旬にかけて S&P500 指数は最高値更新とさらなる上昇の流れをたどりました。 NVIDIA の時価総額はアップルやマイクロソフトを抜き、同株価は上場来高値を更新し続けました。なんと時価総額は世界首位を記録したんです。12日 FOMC の FF 金利見通しでは年内利下げ回数が3回から1回に引き下げられました。しかし少なくとも2回実施されるという見通しは依然として強いものになっています。パウエル議長はインフレの持続的な 2% 推移はデータ次第であるとして慎重な姿勢を貫きました。総合 CPI も前月から横ばいであり低水準となりました。インフレ鎮静化への期待が伴い金利低下と今後の利下げ期待から S&P500 指数は上昇しました。しかしこの株高は構成銘柄の全体によるものではなく一部の企業が寄与している点は注目すべきポイントです。指数が高値をつけているのはアップルや NVIDIA などの一部大型銘柄の影響を受けていることが挙げられます。 AI 市場の中長期的な成長に着目したテーマ物色、また金利低下によりグロース株の物色が株式市場の上昇を支えているんです。6月終わりには NVIDIA は一時急落、 S&P500 指数も下落しました。 AI セクターの事業環境に動きはなく調整は一時的と考えます。引き続き AI 関連株と S&P500 指数の動きに注目していく必要があります。続いてドル円相場についてです。6月は1ドル160円台へ到達し円安基調になりました。4日ジョルツ求人件数のデータは2ヶ月連続で下振れました。労働需要の後退により米ドル安となりドル円は154円台をつけました。12日の米国 CPI の発表です。市場予想より下振れたことで米金利低下、米ドル安になりました。しかし FOMC 参加者の FF 金利見通しについて中央値は年内1回の利下げとしました。その後ドル円は157円台をつけ円安となりました。14日の日銀の金融政策決定会合では国債買い入れの減額開始を見送りました。その後緩和的な金融環境が続くとして円相場を押し下げる状態が続きました。今まで政府と日銀は過去最大規模であった円買い介入を行い円安進行を妨げようとしました。しかしその後ドル円は160円台に下落し28日には1ドル161円台前半と37年半ぶりの安値を更新しました。今まで為替介入を行っていた神田財務官は退任されますが今後の介入は注目する必要がありそうです。また円安が進むと円建ての S&P500 指数のパフォーマンスには上振れ要因となります。それに連動を目指す当社のファンド積立 iShares
米国株式インデックスファンドの6月のパフォーマンスはプラス 7.73% となりました。ここからは7月の注目材料を見ていきます。1点目に7月12日から本格化する S&P500 指数の主要企業による第2四半期決算です。個別株の材料になるものは金融株とテクノロジー株です。各社前回の決算は好調な業績となっています。直近大型銘柄による株高が見られます。この大手金融とテック企業の決算が良ければ S&P500 指数にとって引き続き上昇要因になります。次に7月25日に発表になる米国 GDP 統計です。米国の第2四半期 GDP 統計にて良好な実体経済の動きに注目しています。 GDP の中で特に民間消費の支出に伸びを確認できる場合には物価が下がって成長が上振れるといった株式市場にとって好ましいものとなるでしょう。そして日本時間7月30日から7月31日に行われる日銀政策決定会合と FOMC です。米国の利下げについて回数やタイミングに注目が集まっています。パウエル議長は政策判断はデータ次第であるとしています。6月中旬に発表された消費者物価指数や卸売物価指数においては米国景気は減速しているように見えます。市場では年内の利下げ回数が2回、最短でも開始は9月であるという見方があります。各経済指標や物価がインフレ減速を後押しするのか、また利下げの開始時期やその回数についても注目が集まります。また日銀の政策についても円相場の動きと合わせて要注目です。焦点は翌日もの金利の引き上げがあるかどうかです。これによって再度円安の動きが転換するか下落を続けるか方向性を示す内容となるかと思います。ここまで視聴してくださった皆様へぜひ聞いていただきたいお知らせがあります。今ご説明いたしました S&P500 指数に連動するインデックスファンドの中で当社の積み立て iShares 米国株式インデックスファンドは現在業界最低水準で提供しています。運用管理費用は画面上の黄色いハイライト部分をご覧ください。今年から始まった新NISA制度で積み立て投資枠、成長投資枠どちらでもご投資いただける商品です。新NISA制度でのご投資にぜひご活用ください。ここまでは米国市場の振り返りと S&P500 指数に連動する運用成果を目指す弊社の投信を紹介いたしました。続いてヘルスサイエンス業種に投資を行うブラックロックヘルスサイエンスファンドについてご紹介いたします。 S&P500 の指数においてもヘルスケアセクターは 10% 以上の割合を持っています。ブラックロックヘルスサイエンスファンドは2013年に設定され10年以上の運用実績があります。ファンドのパフォーマンスも優れており、今年 R&I 様の最優秀賞を受賞しました。こちらは世界のヘルスサイエンス関連企業、主に医薬品、バイオテクノロジー、医療機器、用品、ヘルスケアサービス等に投信を行います。4月末時点の上位10銘柄も記載しております。長期的に見るとヘルスサイエンス関連株式は世界株式に比べ相対的にリスク水準が低くなっています。株式市場が下落する局面や2008年の金融危機時など株式市場が大きく調整する局面では世界株式よりも下落率を小幅にとどめつつ着実にリターンを積み上げてきた傾向が見られます。
先ほどご説明いたしました S&P500 指数に連動する積立 iShares 米国株式インデックスファンドと一緒に保有することで低リスクに分散投資することができます。ちなみに何度か申し上げましたが、皆様はブラックロックのことをご存知でしょうか。初めてお聞きになる方もいらっしゃるかもしれませんが、ブラックロックはニューヨークに本社を置く独立系の運用会社です。グループの運用資産残高はおよそ1500兆円程度と世界で最も大きい金額です。株や債券などの伝統的な資産からオルタナティブまで幅広い運用商品を揃えており、個人投資家から機関投資家、公的な資金まで世界中のお客様へ運用ソリューションを提供しています。今月はこのあたりで S&P500 指数の振り返り動画は以上とさせていただきますが、来月もブラックロックの担当者より振り返り動画をお届けいたしますので、ぜひご視聴いただけたら嬉しいです。またご紹介したファンドを申し込みの際には、投資リスクや手数料などご留意いただきたい点がありますので、必ず交付目論見書の内容をご確認ください。最後にこの動画のいいねボタンもクリックいただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。